はい、皆さんこんばんは。それでは今回はですね、Steam で発見しましたこの赤マントというゲームを遊んでいきたいと思います。ホームスイートホーム2のエピソード2が配信開始になって、早速それを遊ぼうと思ったんですが、残念ながら日本語化されておりませんでした。ちょっとね、日本語化されないと厳しいので、どうしようかなと思った時にこの赤マントを発見したので、今回はちょっとこちらを遊んでいきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。スタートです。お、始まった。マイコ、これは罰よ。少し探検するだけだから絶対楽しいって。かっこ彼に近づくからよ。てんてんてん。うん、逃げようとしても無駄だから。はるな、そうよ、無駄無駄。なんだこれ、なんか、あ、始まったかな。すごい映像がチープな感じで逆に怖いらしいけど、あ、女の子、女子高生っぽいね。マイコ、急いでくれる？無駄無駄。え、なんかこれいじめられてんのこれ、主人公。マイコちゃんとハルナちゃんに行けって言われてんのね。夜の学校を探検しろって言われてんのかな。よくないね、これ。いじめだね、これ。JK ですね。かわいい。でも、性格悪そうだな。で、なんか赤マントっていう都市伝説のなんか化け物みたいのがいるらしくて、白い髪に赤いマントの、そいつから逃げながらこの学校から脱出するのが目的みたいですね。なんかだから、なんかカゲロウとかに近い感じらしい。アイテムを駆使しながら入り口入れない。なんかライトの一本も持ってないんだね。何これ、これ校庭なのかこれ。なんで鉄格子みたいな、プリズンスクールみたいになってる。ここに入り口ありそう。ありましたね。これ入れるかな。入れた。うわ、暗、マジで真っ暗だな。トイレからできる支援。周り右をしてスリッパを脱ぎます。これわざとこういう風に、なんていうの、グラフィックのマイクラっぽいグラフィックにしてんだね。あかんやつや。南京錠、行方不明の少女。あ、めっちゃ行方不明になってるじゃん。あ、女子トイレ入れた。暗いな、何にせよ暗いな。なんかアイテムが欲しい。これは何。中島、噂のハンサムの転校生じゃないか。来てから1週間しか経ってないけど、もうお前の名前よく耳にするよ。どうしたんだい。アツシ、まあそんなに話す方でもないか。また小林の奴らがお前に何かしてきたんだろう。アツシ、あいつらは目指すたがり屋だから、お前みたいな注目の的であることが気に入らないかったんだろう。お前はいじめの対象になりやすい性格だったと思う。あいつらは面倒くさい奴だからと思っていたが、小林は校長の息子だからな。一つだけ提案がある。最近買ってきたこのテープレコーダーでいじめの証拠を残せば、校長も黙っているわけにはいかないだろう。この学校ではいじめがあったみたいですね。転校生がいきなりいじめられたと。赤い髪、青い髪、落書き。なんだ、なんだ、取ったぞ。アイテムは。トイレに貼ってあった赤い紙。アイテムは全部で3つ持てるのか。古い鍵、奇妙な形をした古い鍵。3つしか持てないんだね。何にせよ、なんかさっきテープレコーダーか。何にせよ俺、明かりがないと暗くて全然前が見えねえ。これで、あ、ダッシュするとこのあれか、スタミナゲージが減るのか。押しっぱなし。あー、開けんのにも時間かかるのね。アイテム、鍵もいらないような気がする。ほんと確かにシャドウコリド感ありますね。
かげろう感あります。引き出し、あ、やった、ライター、やったー、これで明るくなる。暗すぎでしょ。ん、ロッカーに隠れられるんだね。承知しました。ロッカーどっち向いてるか分かんない。入った瞬間後ろ向いてんのかこれ。なるほど、隠れるってあるよね。先へ進めない。バールのようなものが必要なのか。これしゃがんだりできないの。あ、しゃがめるわ。バールのようなものが必要だね。いつその赤マウントが出てくるんだ。闇の力がドアを押さえている。ほんほん、そういうのもあんのね。暗いなー。入る。まあ隠れるときに使うのか。あ、あった、いきなりバラあった。これ以上持てない、どうしよう。とりあえず鍵いらねえだろこれ。ドロップ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 9。間違えた。待って、 C でしゃがむか。ライターダメだ、ライターはな、ライターはダメだ。赤い紙とかどうなんだろう。これいらないだろ。鍵いらないな。ちょっと操作がちょっと難しいね。入る。多分その学校の中で今行ける場所がすごい狭いんだけど、これで広がるかな。これはロックされている。結構いけちゃうな。まあ何しろあのバールで外せる場所があるから、先にバールやっちゃおうか。そうすればバールをそこに置いておける。アイテム、結構時間かかるんだね。この音で敵来たりしない？大丈夫かな？明るいところにアイテム置いとこうね。赤い紙もよくわかんないからこう置いとくか。よし。中入ってみる？どうする？入るか一応。一応入るか。なんか変な音したな。なんか喋ってる？なんかダクト長くね。速度が速いのいいけど長くね、ダクト。行き止まり。こんな広いの。広いな。どこまで行くの。あっ、くそ、置いてこなきゃよかった。大失敗。使わないのかと思って置いてきちゃった。まあ何回でもアイテムは、今度は青っぽい鍵を手に入れたな。インディゴ、インディゴ。赤い髪青い髪って言ってたよな。赤い髪青い髪、それをどうするんだろう。バールを取ってくるか、それとも反対に行くか。おお、なんだ、おいて、ちょっと待って、通り抜けなんだよ。いてー、ダメージなんていう概念があるのか。あっち行っても自利品だったしな。戻って、なんかここから落とすんだよね。なんだろう、ダメージという概念もあるんだな。とりあえず録音あった。赤いボタンを押すだけ録音できる。すでに俺がこの会話を録音してるかな。このボタンを押すと巻き戻しができ、忘れた場合には備えて今言った全てを再生できる。最後に録音、記録しようとして使わないように、落ちないように常に安全な場所に保管しておけ。分かったな。まあいらなくても一応持っとけ。
また面倒なことがあるかもしれないが、直接俺に話したくない場合は俺にテープを渡して聞いてやるから、俺に頼っていいからな。俺はお前の評議員だからな。ありがとうございます。いけ、くそ、聞いてる間も襲ってくんのかお前。くそ、なんだのでかいムカデ。来てるか。赤マウントだけじゃなくて他にも敵がいるのか。来るかな。ケーブル、来ないか。よし、なんだあのムカデ野郎。マップはないのか。嫌な感じの音がするな。何ドキドキ言ってんの。なんかドキドキしてね。蜘蛛殺しのスプレー、なんか浮かび上がるな。なんかも文字みたいなのが浮かび上がるね。どういうことだ。つかアイテムが蜘蛛殺しのスプレー、アイテムがいっぱいありすぎて。そのスプレーはどこで使うんだろう。なんかね、基本的に、いや文字が浮かび上がんない。ノーセーブなんだって。セーブできないゲームだから1回でクリアするしかないっぽい。スリッパ、アイテムはいろいろ手に入るけど。またトイレか。何笑っとんねん。誰かが入ってた。酸入りトイレ、酸が入ってんの。すごい、酸を排便する人がいるのか。多分そこにもアイテムを使うんだろうか。やべえな、マップなんか光ってるぞ。やばい、なんだなんだこいつしまった、赤マントが来やがったか。適当に逃げてます今。どこに逃げりゃいいんだ。あーやばい、殺される逃げてー逃げてー、やばい、どう逃げようか。やべえ、殺されたかった。まだ生きてる今。やばいね。もう全然マップどこだかわかんねえ。これこれクリアできる？大丈夫？全然マップもわかんねえし。ノー。あ、来てんな、来てんな。紋章みたいなのが浮かび上がるんだな、近いと。赤マント。今の何？今の能面みたいなのなんだ？敵の能力か？あ、もう外出ようぜ。急ポンプ、もうちょっと紙とかわかんねえな。ライトはもう初期、いやー今来られても困るでしょ。後ろから来てる、後ろか。やべ、もう真っ赤だ、死ぬ、そろそろ。一周ぐるっと回ったけどどうかな。
やっぱそろそろ死ぬ。体力回復とかないのか。この先進めなかったっけ。今あいつ向こうから来なかったか。ダメなのか。あの能面は何なんだ。いた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 、カマンといた。いたな。視覚感知なのか。こっち側行くと鉢合わせそうだな。ほら、いた。感知なんだな。来ねえか。一定時間で諦めるな。ちょっと何にせよこっから抜けらんねえぞ。ああなるほど、あれが追ってくるのか。能面の状態でこっちをチェックしてるのか。どっかで体力を回復したいな。あれに見つかると赤マウントにも見つかるんだね。体力やべえな。これ最初のところか。違うな。ダメか。いやー難しいなこれ。いつ来てた。いやなかなかの緊張感でいいぞこれ。なるほど。いやなかなか怖いね。赤い紙、これが結局何に使うんだろう。どっかに拠点を設けて、一緒か、拠点を設けてそこにアイテムを集めた方がいいかもしれんな。結局3つまでしか持てないから。うん、持てるアイテムの数がすごい少ないので、効率を求めるならば、赤マントから逃げる必要もあるね。バールも欲しいけど、これでは何もないんだっけ。スイッチ動かない。これは赤い、あ、はあ、はあ、電源ボックス、ここか。なるほど。どこで電源手に入れたっけ。こっち側は完全に行き止まりなんだな。じゃあ赤マントはこっち側には来ないかな。いやそうとも限らないよね。バール取って、ケーブルはどこだったっけ。まあでもムカデケーブルはどこだったかな。落ちた先だよね。だからここに戻ってこれなきゃダメなのか。ではさっき行けなかった左側のあそこ行ってみようか。バールが置いてきちゃったんで行けなかった。まあ、要はリプレイですよね。リプレイ性を1回じゃ無理だろうから、何度かやって覚えて、で、まあ、クリアを目指すみたいな。しょうがない、難しくない。いけ。インディゴの紙は後にしよう。インディゴの紙は後にしようか。はい、早く、ムカデが来る。
ここにつながってたのか。あんまり。じゃあ赤い髪と青い髪は近いところにあるな。で、インディオの髪っていうのが、あそこにあったから、取ってきちゃう？取ってきちゃうか。ムカデいるかな。一応取りに行くか。で、赤と青をセットにしとこうか。ね、忘れないうちに。うん、よし。赤い紙と青い紙はどこにどう使うんだかわからんけど、とりあえずこれで。しゃがみ歩き早いよね。ここには今赤い紙があります。だから青い紙もドロップして、よし。したらばムカデいるかもしれないけど行きましょう。ケーブルを持ってこっちに戻ってきたいね。声がするんだよ。ここの道は一本道だったか。どうだったかな。あ、ムカデの音がする。くそ。いや、これ行くしかない。行って あそこ行けたかな。さっき こんなとこあったっけ。よし。多分赤マントはこのトイレの中に、トイレはワープゾーンとして使えるかもしれないね。クモスプレーましょうか。はいはいはい。これじゃあここで戻れるな。あのムカデってクモスプレーでやれる？赤マントいるな。来てるな。明かりがないと。とっさに使えねえかな。ここ開かない。まあムカデにも効くけどな。ここだよね。ああどうしようかな。わかるかな。一旦今ケーブルを取って、同じ場所かな。あ、近いんだね。一旦バールをそこに置きました。こいつ雲じゃねえな。くっさ、ムカデは雲ではないらしい。まあそりゃそうだよな。こっちは何だろう。あ、しまった。余分な道行ったかな。またトイレくせえな。男子トイレな。あ、開いた。あー、なるほど。はいはいはい。最初の、玄関のこの男子トイレですね。ただ何の意味があってこっちがつながってんだろうな。まあいいや。これでバールを置いてきちゃったけど、まあトイレの近くだし、これで電気がつながるかな。いいね。分かってくると面白いね、どんどん。あ、うん？なんだこれ。
ムカデの音がするな。いやー、くそ、ちょっと待ってくれダメだ、くそ、早い、トイレに逃げ込みたかったけど、痛え、早いな、こいつ逃げ道がないな。もう開いてんのかな、ここ。開いてないじゃん。あー、くそ、走れない、もう殺される。ダメだ、足速えな、くそ全然進めなかったな。でも分かりましたね、一応。でもあいつどっから来たんだ、これは。リトライ性が、なんていうのかな、やりがいがありますね。今回やられてしまいましたけど、だいぶ分かってきました。次回必ずちょっとは進めたいと思います。お疲れ様でした。